日本の役者さんは大体役者から映画俳優になった人よりモデルから映画俳優になった人の方が多いんだよね日本の俳優さんって言ってももともとがモデルさん上がりの人が多いからさどうやってもどう見えるのかっていうのをシナリオから見ちゃうんだよねでシナリオの中に絵的な見せ場があるのかっていうことを優先しちゃうので今日あの見た進撃の巨人でもですねエレンがなんかあのジャンと喧嘩するシーンでも急に逆行になって技を決めるシーンがあったりねリヴァイ兵長に当たるような人が やっぱ出てくる時にかっこよくなんか剣を出して借金してしまうところがなぜか逆光だったりなんかね何かというと逆光で俳優さんのかっこいいとこを見せようとしててあのもうね俳優さんを接待してる感が半端ないのねでなんで俺たち観客を接待してくれないのかってんでその俳優さんとかさスポンサー好とかそういうような人らをいい気持ちにさせるんだよっていうようなイライラがね結構あってまあセンス古すぎてはあったけどまあ見せ方はね本当にセンス古かった。